オザン・ムハメド・カバクは、トルコ・アンカラ県アンカラ出身のサッカー選手。プレミアリーグのリッジ・シティ・フ c ー所属。トルコ代表。ポジションは DF。2011年に、ガラタ・サラ・イ・ SK のユース・アカデミーに入団。各ユース世代のトルコ代表でプレーし、2017年夏に、プロ契約。翌2018年5月12日のイエニマ・ラティアス・ポル、センで、プロデビュー。 2018から19シーズンには早くも先発に定着した。2019年に入り VFB シュットガルトがカバクの獲得に興味を示し、17日に獲得を発表。加入後すぐに先発に定着すると、一部リーグ残留を争うチームの最終ラインで奮闘。途中加入ながら15試合3得点を記録しながらも、チームは16位に終わり、入れ替え戦にも敗れ。 二部リーグ降格が決定。2019年6月30日、シャルケレイ4と5年契約を締結。背番号は4番。加入1年目の2019から20シーズンは、リーグ戦26試合3得点を記録するも、チームは、シーズン中盤からゼフ不調に陥り、新型コロナウイルスの世界的拡大により、約3ヶ月のリーグ戦中断を挟んで17戦、未勝利と、 ドロ沼状態で終了。さらにチームの財政危機が報じられ、4年契約を残す、科学の放出も検討されるようになり、2020年7月末には、リバプール FC が、科学の獲得に興味を示していると報じられた。2021年2月1日、CB に怪我人が相次いでいた、リバプール FC に、レンタル移籍した。背番号は19番。 三千万ユーロの買取オプションが付帯する。リーグ戦9試合に出場するも、リバプールがシーズン終了後にイブラヒマコナテを獲得したことなどもあって、買取オプションの行使は見送られ、6月30日にシャルケへの復帰が発表。新天地候補にレスターシティ FC への移籍の可能性が報じられた。2021年8月30日。 ノリジシティ FC への買取オプション付きの1年間のローン遺跡が発表された。プロデビュー前の2015年から各ユース世代のトルコ代表でプレーした。2019年11月に UEFA ユーロ2024戦のフル代表メンバーに招集され、17日のアンドラ戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。